欲がし損ねたおばあちゃんを泣いて責めたりもした。トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで、だから毎日綺麗にしたら女神様みたいにおばあちゃんとぶつかった。家族ともうまくやれなくて居場所がなくなった。休みの日も家に帰らず
のいいお嫁さんになるのが夢だった私は、今日もせっせとトイレをありがとうございました。上村かなでした。この後も音楽祭を楽しんでいってください。